さんこんにちは、森有里です。はい、ちょっと今日さ、右と左のカラコン違うの皆さん気づきます？これわかんないかな。わかんなかったら全然そのまま進行でいいんですけど、ちょっと動画でメイクをしてて右だけコンタクトを入れてたんですけど、もったいないなと思って、よーく見るとわかると思うんだけどさ、わかんねえや、まあいっか。ということで、ちょっとまた前置き長くなっちゃいましたけども、今日の動画もまた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 みんなが大大大大大大大好きな、はい、100均です。買いすぎだろ、毎度毎度。今回はセリアで買い物をしてきました。あのね、一つ言っていいですか？ちょっと最近100均に行くのが恥ずかしくなってきました。森有里の目撃率がですね、100均、ほぼほぼ100均っていう、なんかすっごい気まずくって、お母さんとかに森有里ちゃんですよねって言われて、子供がめっちゃ100均のあの見て買いに来てるんですとか言って、なんかごめんなさいって思いながら、でも100均でなんかもうなんか見つかるってすごいチープな女とか思うんですけど、いいの、もう私も100均マスターで行くから、100均マスター目指すんで、これ買ってきたんですけれども、今回の金額がですね4600いくらだったので、まあ同じものを結構ブワーッと買ってきちゃいました。この間の100均に被るものが結構あると思うんですけれども、ご了承ください。では飛び出てるものから紹介していきましょう。はい、じゃーれんじゃーれん。はい、これはですね、なんか積み重ねると、なんかこうやって積み重ねると、こうなんかうまく仕切りになって、なんかなんていうの、これこんな感じのになる板です。そして次は、はい、こちらじゃん。これはですね、はい、耐熱のレンジマットです。これは、えっ、嘘、知らんかった、すげえ。ここにね、マグネットついてるの知らんかった。こうちゃんが結構電子レンジの上にボーンって何でも乗せるんですけど、一応さ、ね、熱通ってるからさ、危ないなって思ってね、だからちょっとこういうのがあったので、あらと思って買ってきました。レフ板ではないですよ。めちゃ飛ぶな、光いいね。おーおーおーおお、レフ板としても使えるみたいです。はい、そして次はこちらで、なんか落ちた、インテリアワイヤーメッシュ、インテリアワイヤーメッシュ、インテリアワイヤーメッシュラティセールです。これはね、使い方よくわかんないんですけど、なんかとりあえずなんかおしゃれそうに、多分なんかこうこうやってあのはめたりだったりとかできるので買ってきました。おしゃれ女子になってみたい。はい、そしてこちらでーん、ミニ黒板でございます。あ、チョーク忘れた。まあ黒板が欲しかったんです。以上。そしてでーん、なんだこの白いの、見えるかな、見えますか、ハケです。あー気持ちいい。剥がれてしまったものがあって、チュチュって塗るやつ、チュチュって。そしてこちらはあれです、こんな感じでほい、こうやって立てるやつですね。超おしゃれ、これを立てるやつ、なんていうのこれ、イーゼルだって、イーゼル、かっけー、名前があるんですね、立てるやつにもね。うん、そしてこちら、はい、これはですね、さっきのワイヤーを引っ掛けてみようと思って、あんまりこう変わらない色の方がいいのかなみたいな感じで茶色を買ってきました。あんまりこう私茶色とか買わないから、なんか変な感じよね。そしてこちらでーん、あるものを止めるものです。そして次はこちら、はい、これさっきのハケでちょっと塗りたいと思います。そして次はなー、持ちきれない、これを5個買ってきました。メタルコード、これはなんかいろんなものを引っ掛けるのに使えるかなと思って、ダダダと買ってきました。ちゃんと使うからね、私毎回100均めっちゃ買ってるけど、めっちゃ使ってますよ、ちゃんと。あの使ってるやつも出そうと思ってるんですけど、なかなかやっぱすぐ使っちゃうんで、全部使ってますからね、ちゃんとね。動画にしてなんかこうチェって置いてあるわけじゃなくて、全部使ってますから、おろけ。はい、そしてレレレレレレ、うん、葉っぱを1、2、3、4、5、6、葉っぱを
7個買ってきました。なんかこうやって見ると緑しかない、気持ち悪い。どんだけお風呂とかに花咲かせようとしてんのこいつみたいになってるでしょ今。違うんすよ、違くもないけどね。はい、そして次はこちらでございます。ファスナー。はい、そして最後にこちらです。わー9、10、11、12、持てない、13、14、15、16個お花を買ってきました。めっちゃ可愛い。とりあえずいっぱいお花を買ってきました。わー、何に使うのでしょうか。とりあえず森有選手なんか最近葉っぱと花しか買ってねえなみたいな感じですよね。はい、ということで今回の購入品紹介はこんな感じでございました。久々に4000円超える買い物をしたなと思います。これは総額でいくらかかってんだかもさっぱりわからないんですけれども、まあそうですね、ちゃんと使いこなせたらなと思います。ということで森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ、ありがとうございました。